数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は、息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。俺は貴様の兄ラディッツ、そして貴様はこの星の人間ではない、全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ゴハンを連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。ふん、二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た。待ってたろ、オラの子取り消しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってるの？身の程知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強かいいっちゅうもんじゃねえぞ。こっちは作戦があった。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぜ。ああ、見たな。でもやるしかねえ。ご飯はオラが助ける。と。苦しみ。うわあ！うん？準備していたろ。待たせたな。覚悟はいいか。
ち、地球しろー共通の大敵。二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た。待ってたろ、俺の子取り返しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってるの？身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ抜かすのはそれぐらいにしておくんだな。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。くそったれ。あと二人のサイヤ人はさらに強いってのか。どこに行けろ。ダブルサイヤ人バズンキマーやんな。うわっ、はあはあ、バチンキマー。どうや、やんな。準備していたぞ。俺は遠慮などせんからな。貴様も一緒に消えてもらえりゃ俺にとっては最高だ。覚悟はいいか。魔漢光殺法。ぐっち、地球しろー。
サイヤ人来襲に備え、ピッコロは孫悟空の息子悟飯との修行の日々を過ごす。そして1年後、孫悟空の到着を待たずして、ついにサイヤ人たちが地球にやってきたのだった。地球の戦士たちも仲間と共に迎え撃つのだがこいつらのお手並み拝見といくか。ナッパ、栽培マンを出してやる。遊びが好きだな、ベジータも。何？ゴムちゃさん！サイヤ人大集。貴様ら、何の目的でこの地球に来やがった？お前はナメック星人。そうか、ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。そいつが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。サイバイマンはまだまだいるんだぜ。あんな雑魚どもが相手になると思ってるのか。一気に片付けてやる。Get out of here.
ねえことしやがって。ちょっと仇を討ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。飛行砲怪物だとは思わなかった。この前に来たサイヤ人は遥かに上回っている。さあ楽しませてくれよ。なんなら二人がかりでもいいんだぞ。クソ、地球をなめるなよ。当たるかい、当たるかい。やっやっふんマカンコーナッポーマカンコーナッポーの戦いで死んでしまった孫悟空は天界に住むという大王様に会うべく長い長い蛇の道を駆けていた。あそこだ、あそこに大王様の家があるんだ。サイヤ人の来襲に備え海王星での修行が始まるのであった。6ヶ月後、ついにサイヤ人が地球に迫る。ぐしゃぐしゃに潰された息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。孫悟空の静かな怒り。
そういや、もう一匹バラバラになったチビもいたっけな。そうか、チョウチョウだ。よし、あんねんぞ。さらら、あやベジータ、助けてくれ。な、何を、ベジータ、ベジータ、解けないサイヤ人など必要ない。天下分け目の超決戦。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。どうかな、落ちこぼれだって努力すりゃエリートを超えることがあっかもな。では、努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。超エリートだ。あんな下級選手にやられるわけがない。俺が宇宙一なんだ。しくしょうめこうなったら大猿に変身してぶっ潰してやる。後悔するがいい、カカロット。なんだありゃ、何をしたんだ。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。なんて出てきた。多分オラの手は全部つけ果たさねえと。あの全部と地球の元気玉を食らわしてやる。海王様との修行で得得した元気玉を準備する孫悟空であった。どうだ、手も足も出まい。このまま握りつぶしてやる。にゃー、何か嫌がるな。どこだ。お父さんを離せ。なんだ、カカロットのガキか。わざわざ父親の最後を見に来たのか。剣山。
く見ておくんだな。跡形も残らんように潰してやるから。バカ、もう一人いることぐらい気づかんとでも思ったか。残念だったな。見せろご飯の底力。貴様ら、俺を怒らせてそんなに死にたいか。だったら望み通りぶっ殺してやるぞ、ゴミどもめ。やっとの思いで倒したサイヤ人であったが、残された力で宇宙船を操り、自分の星へ逃げ帰ろうとしていた。畜生、俺が無様だ。殺されたみんなの恨みだ。体が言うこと。死ぬ。待ってくれ。そいつを生かしてやってくれ。間違ってるのは分かってるけど、頼む。俺はもう一度そいつと戦えて、この次は絶対にベジータを倒してみせる。ほら、ほら一人にやらせてくれ。貴様らに奇跡はないぞ。本能的なぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。すまねえクリリン。死んだみんなを生き返らせることのできるドラゴンボールがナメック星っちゅう星にあるらしいんだ。ブルマたちが先に探しに行ったんだけど。誰にも邪魔はさせんぞ。ドラゴンボールは私のものです。次回ドラゴンボール Z、 いざナメック星へ。みんな待っててくれよな。